ミコちゃん昔さ、音楽コンクールみたいなのが安いで風邪ひくために水風呂入ったことあるわ。なんかどうにかして学校を休みたくて、どうにか体調を崩せないだろうかと思ってやったことある。ずる休みさ、できなかったよ。ペコちゃんのナミはちゃんと行かせたい派だから。だから休みたいって言っても行きなさいって言われる。ずる休みはできなかったな。でもペコちゃんって痛みに結構強いタイプなのね。痛みに強くて、なんかそのちょっと痛いなぐらいの時とかも普通にあんのよ。なんかちょっとお腹まあ痛いかなぐらいみたいな。でそれで我慢してて、でも本当になんか2日間ぐらいずっとお腹痛くて、うわなんだろう痛いなって思って、さすがにママに言ったのよ。いやお腹痛い、さすがにちょっとこれ続いてて休みたいなみたいな。でママは毎回さ、病院行くなら休んでもいい派なの。本当にその病気なら危ないかな、病院行ったらいいよって言われて、でそれで行ったので、ペコちゃん的には本当にお腹痛いから、まあ多分風邪とか言われんかなと思ったら、盲腸当日手術もうちょっと数日また我慢してたら多分やばかったですって言われちゃって、えやべマジかって思って、でもなんかすごいね、なんかうわやばいもう歩けないってぐらいまでの痛さじゃなかったの。本当にまあちょっと耐えられるかな、いやまあ痛いけどなんとかなるかこれみたいなぐらいだったの。ペコちゃん的には感覚がね、ビビったよね。あの頃死ぬんだと思って、盲腸が知らなくて、盲腸は死ぬもんだと勝手に思ってたんだけど、死ななかったわ、生きてます。学校休んだそれで、そうそうそう、そっからなんかね、マミーもペコちゃんがねお腹痛いとかなんか大丈夫みたいな、なんかねお母さんが言うには拳分のなんかやつが出てきたんだって。それでね、ペコちゃんは全身麻酔ペコだからさ、あの局部麻酔じゃなかったの。そのペコちゃんもまだ若かったし、学生で全身麻酔でも眠らされてる時に手術してもらったとかなんだけど、でなんか多分終わってベッドの上なのよペコちゃんは。ほんですぐにはご飯食べれないペコだから、腹切ってるから、ナイス。でなんか管とかがついてて、でさ普通になんか多分そのいろいろお母さんに説明するためにペコちゃん上半身裸だったのよ多分。でね、なんかその管の話をするときに、あのお医者さんが普通にペローってさ見せるわけよ。いやいや年頃の女なと思いながら、でもペコちゃんはまだ麻酔がかかっててなんか朦朧としてる感じでなんか説明してんだろうなっていうのが分かるぐらいだったの。いやでも年頃の女子の胸が多分これ見えとるよなと思いながらも、あれだった、お医者さんさすがに空気読めよと思いながら、でもお母さんもさ、はいはいはいって聞くわけよ、あこうそういうことなんですねみたいな、はい。でもペコちゃんはさ胸見られてんじゃねえのこれと思いながら、すごいねその時はねぐぬぬなりながらやってました。